さあ、左エンドがブライトンです。今日あれですね。コルビルは控えで、ウェブスターがセンターバック入ってるから、ちょっと不安だね。ウェブスターセンターバックだが、より一層引っかかるからね。今日のブライトンはちょっといつも以上に大変でしょうね。だって今ね、カイセドが降りてきて、カイセドの方ついてたら、別の方のスペースにパスカル・グロスかな、降りてきてたけど。もうそこ狙ってもんね、みんな。ブライトンちょっとかなり厳しくなってきましたね。迂回経路作んないビルドアップで、レイオフ頼みだから。ウェブスターが中央にいるとき、フェルトマン上がってくから、で、ウィングが位置高いから、右の迂回経路繋がんないままなんで、ウェブスターの縦パスをめっちゃ狙いやすくなってます。いつも言ってることだけど、今日も言うよ。裏取ったのにゃんかな。おお、ファーガソン終わった、今。ファーガソンのさ、ニアと見せかけてファーみたいな駆け引きがさ、にゃんが騙されちゃうっていうね、クロス上げる側の。あ、まあ、こぼれをアシストしたら三笘だったか。散々いろんないいね、プレイアシストにならなかったけど、これがなるっていう。そうだ、最近さ、中のさ、パスがもう読まれてるから、裏抜き一発みたいな得点増えてるの。だからこれさ、この瞬間的な現象だけ見るといいんだけど、手前を読まれてるから裏っていうより、裏しかないから裏ケアできてない選手たちに対して、そっち取れてるっていうだけの感じなんだよ。中央を抑えてる選手とサイドバックのウイングの1対1はまた別の現象だから、中央を抑えてる選手たちが裏取られてるのはわかるんだけど、ウイングの1対1の駆け引きっていうのは、後ろから一発で来るときはサイドバックが裏ケアできてないだけだから、このシーンだけ切り取るといいんだけど、ブライトン自体のサッカーのことを考えると、この現象でばっか点取ってんのは、不本意というか、なんかチームにとってのね、悪い未来が見える兆候です。ブライトンいつものパス回してきてない。いや、最近これっすよ、ずっとブライトン。なんかこう、平日のね、夜でいつも時間帯違うから、ちょっといいイメージの人が見てるかもしれないけど。基本サイドのパスコース作れてないから、中央に固執して、最初の頃と違って、もう中央のね、パスコースの、パスの繋ぎ方のパターンが読まれてるから、結果裏一発とか、なんか瞬間的な技術で剥がせたからよかったね、みたいな。カイセドのね、コンディションが悪いと、あんまいいサッカーになんないですね。このね、サイドバックで中つって、外みたいな、これ称賛されるけど、これ全然良くないからな、このやり方。全然というか、ちょっとしか良くないからね。フライトも最近は再現性低いゴール多い。うん。取れてるだけいいけどね。ウィングが後ろ向きでボール受けるから。そうそう、ウィングに渡すだけになっちゃう。で、そこからさ、相手チームのプレスもハマるからね。バックパスしかないから。同サイド圧縮でさ、戻しのパス狙ったら、ハイプレスハマるんだけど、そこまでやるチームがないだけで。だからセンターバックがちょっと外に開いて、N 幅ぐらいまで開いて同じプレイするんだったら意味あるんですけど、センターバック中からやるから、結果ウィング戻りながらになるから。後ろ向きだけならまだしも戻りながらだから絶対前に仕掛けられないから。それでハーフバイタルの選手とね、ワンツーとかで、コンビネーションして瞬間的に崩せるかもしれないけど、その確率の低さたるやっていう。ブライトンでギリできるかなぐらいだからね。日本のサッカーに応用はほぼできないです。必然かすか必然定かってことでブライトンのところ校舎なんで。うん、そうなんだよね。だから、後出しじゃんけんをできないサッカーなんで、もう最初からこの質でねじ伏せるっていう。ブライトンのサッカーをレアルマドリードがやってるのは見たいけどね。ブライトンのサッカーはレアルマドリードは多分やんないからね、ここまで。一応立ち位置にはこだわってるから、ただこだわり方が違うっていう。だからあれなんですよ、デゼルビは3バックやってる時にはうまくいくんですよ。デゼルビ最初の3バックやってちゃんとパスコースも繋がってめっちゃいいサッカーって俺言ったじゃん。あれなんでかっていうと、ペナ幅にディフェンスラインがいるから、だから世界的にこのビルドアップは素晴らしいというか、この形ほどこそ正義みたいな。今日見たツイッターのやつでなんかで回ってきてさ、そう、それにいいね何千件とかさ、ついててさ、うわ、じゃあこのぐらい勘違いしてる人いるんだみたいな。最低でも。あと、三笘はね、逆サイドからクロス上がってくるときのカバーリングの意識高くていいですよね。昔、ここのプレスバックがね、緩くてね、川崎時代とか、昔作った解説とかでも、まあ、少ない弱点のうちの一つっていう話はしてたんですけどね。三笘中入ってきて受けて、裏へのパス。うまいっすね、ほんと三笘。今、全体的にブライトン対策されてるけど、その中で質で剥がしてくれるの三笘ですからね。三笘の裏抜けうめえ。今、完璧だったわ。あー、でも相手のプレスバックも早かったけど、いや、今日ネット当たってんなー。三笘の裏抜けめちゃくちゃ良かったですね、タイミングも。行きたい方向と逆側に重心一回乗っける。あ、言ってたらなんか、誰か決めた。あ、ここ、入れ替わったの。今のブライトン、そうだよね、今ブライトン褒めないの俺ぐらいかもしれないね、そう考えると。絶対良くないサッカーしてるけどな、今のブライトン。三笘の質で助かってるだけだからな、今日の試合。いや、三笘いなかったらきついだろう、ね。だって一応サムネでさ、三笘所属ブライトンで作って、スタメン決まって、本場のサムネでスタメンのやつ作るけど、もう最初から三笘スタメンって出てないうちから書きたいもんね、もう。三笘は絶対いるもんな。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオソフトボールでした。バイバイ。